こちらの延長句伝物は、現代では不適切な表現がありますが、作品を尊重して読みますことをお断りいたします。離婚病第2世紀場面1おじが鉄砲で撃ったのは、猪助ではなく古狸でした。お若は狸との子を産みました。用語解説 王、運王のこと、学問などの奥義や極意のこと畜生薔薇一度に2人以上の子を産むこと叔父の高根の心斎は片手に六連発銃を持ち襖の間から狙いを定めカチリと引き金を引く途端ドーンと弾が弾き出る。キャーうん 娘は気絶をした様子。震災。それ、和歌が気絶をした。早く、早く。この物音に驚いて、門弟衆がどやどやと来たり。先生、何事でござります。牢関者でも乱入いたしましたか。これこれ、静かにいたせ、いたせ。ともかく早う、和歌を次の前へ連れて行き、介抱をいたして使わせ。 これから明かりをつけてみるとびっくりしましたそこに倒れていたのは幾百年と清掃をへましたる古だぬきであったお若が伊之助に恋しい恋しいとしとうていた情を悟り古だぬきが伊之助の姿に化けお若をたぶらかしたものと見えまするしかしかようなことが世間へ知れてはならんとあって庭の小高いところへ たのしいをうめてしまったとさりながら娘を和歌が解任しておる様子であるから新い、ああとんだことになった畜生の種を宿すなんて」と心配をしておるうちにとつきたってもさんきづかず十二か月目に生まれましたのが玉のような男の子続いてあとから女の子が生まれました。 その後、悪因縁のまつわるところか、兄弟にて夫婦になるという、根岸の因ずかのお物語でござりまする。何事も、キュウリのつんでおります明治の今日、離婚病なんかって病気があるもんか、べらぼうくせえことは言わねえもんだ。大方、ちゃんちゃん坊主の小説でも拾い読みしやがって、高慢らしい顔しやがるんだろう。 おっしゃるお客様もありましょうがなかなか持ってそういうわけではございません早い例えが幽霊でございます私などが考えましてもどうしてもあるべき道理がないと存じますまず当今のところではどなた様でもこれにはご賛成遊ばすだろうと存じますがさてここでございます お客様方もご承知でいらっしゃられる幽霊博士では恐れ入りまするがあの井上遠梁先生でございますこの先生のおっしゃるには幽霊というものは必ずないものでない世の中には利害に利のあるものでそれを研究するのが哲学の恩恵だとやら申されますそうでございますそうしてみると離婚病と申し 人間の体が二つになって、そして別々に思い思いのことができるというような不思議な病気も一概にないとは申されません。こういう誠に便利な病気には私どもはぜひ一度かかりとうございます。まあ考えてごらん遊ばせ、一人の私が遊んでおりまして、もう一人の私が せっせと稼いでおりますればまあ小ミビの心配はないようなものでまことに結構なわけなんですがどうもそうは問屋でおろしてはくれず致し方がございませんさておかでございますが恋い焦がれている伊之助が訪ねてきたので叔父震災の目をかすめ危うい仰せに密会を遂げ解任までした男は まことの祖助でなく見るも恐ろしきたぬきでありましたから身のいたずらを悔いてただただ嘆きに月日を送り十二か月目で産み落とした世間でいう畜生薔薇男と女の双子でございますのでいよいよその身の因果と諦め浮世のことはぷっつり思い切ってしまいました。 おじもおかの様子を見てかわいそうでなりませんが、どうもしようがないので困りきっております。なんぼタヌキの種だからって、人間に生まれてきた双子に名を付けずにもおかれんから、男は猪吉、女はおよねと名をつけることになりました。ここに一つ不思議なことには、猪吉およねで双子というものは、 体の格好から顔立ちまでが似ているものだそうで他人の空似とか申してよく似ているものを見ると「あああの人は双子のようだ」と申しますから本物の双子は似るはずではございますが男と女のお印が違っているばかりちょっと見るとどちらがどちらかさっぱり分かりかねるぐらい「うり二つ」とは こういうのを言うだろうと思われ、その上、二人とも左の目尻にぽっつりほくろが寸分違わぬところにあります。これが泣きぼくろというやつで、このほくろがあるものは、どうも末がよくないとおっしゃる方もあり、親がこの行く末を案じるは、人情そうありそうなことで、おかはそんなこんなで、大層二人をかわいがりますから、 おじの心斎はますます心を痛めある日おかが前に来て「心斎赤はどうしたね?」はい今すやすや寝つきましたよおじさんほんとに妙ですことねこの子たちは泣きだすと二人一緒に泣きますしまたこうやって寝るときもおんなしように寝るんですもの 双子ってえもな、こういうもんでしょうか。私は不思議でならないんですわ。そうさな、俺も双子を手にかけたこともなし、人から聞いたこともないから知らないよ、あは。赤が寝ているこそ、ちょうど幸いだ。今日はお前にちっと相談することがあるがのそれも他のことじゃない。やっぱり。 赤のことについてな、こんなことを言ったら、俺を白状なものと思うだろうが、決して悪く取られちゃ困るよ。それもこれもお前のためを思うから言うのだからね。はい、どうしまして、とんでもない心得違いから、いろいろおじさんにご苦労をかけ、本当に申し訳がないんですわ。それに、私のためを思っておっしゃることを、 なんでまあ悪く思うなんていやお前がそう思っててくれれば俺も安心というものだがのこう言ったら心持ちが悪かろうがその赤だってあのとおりなわけで生まれたもので見ればどうもお前の手で育てさせてはためになるまいし今いっときはかわいそうな気もしようがかえって 他人のの手にに育つが子供らのためにもなろうと思われるよ,よしどんなわけでできたからってお前の子に違いないものだから手放して人にやるは人情としてしにくか,かろうそれは俺もよく察してはいるがこの子供らが一人遊びでもするようになってみなすぐ世間の人に後ろ指さされて何と言われるだろうか その時のお前が心持ちはどうだろうお前ばかりじゃないよ。夫さんおっ母さんをはじめ、縁につながるこの俺までが世間の口にかからんけりゃならんのだ。さあ、その苦しみをするよりは今のうち。なそれにお前とて若いみそら、これなり朽ちてしまうにも及ばない。江戸は広いところだから。 今度の噂も知らないものがくぶくりんあるよ。何、決して心配することはないからね。と、新斎がしんみりとした意見に、お若は我が身に誤りのあることですから、何とも返答することができません。ただ、じっと差しうつぶいて、思案にくれております。おじの新斎は、お若が挨拶をしないのは、 不特心であるのかしらんと思われるところから、お若、どうだね特心がいかぬ様子だが、俺はお前の身のため、また子供らのためを思うから言うんだよ。よく考えてごらん。決して無理を言って困らせようなんかって言うんじゃないから。どうしまして、決してそんなことは思いやしません。 そりゃもうおじさんのおっしゃるとおりと言いかけてほろりと涙をこぼしましたが審査に悟られまいと思いますのでにわかに一層下を向きますと頬のあたりまで半襟に隠れ襟足の通った真っ白な首筋はずっと現れましたおかの胸中を察し新妻も不憫には思いますが ぐずぐずに済ましておいてはためになりませんことですから、目をパチクリパチクリいたしながら、少しく膝を進ませました。場面2、お若はおじの審査に勧められたとおり、子供を手放すことを了承し、まずおよの行き先が決まりました。用語解説、おれ口、お葬式のこと、 にょりんもく魚のうろこのような木目のこと。世の中に何がつらいって義理ほどつらいものはないんで、我が身を思い生まれた子どものことを心配してくれた叔父の親切を察しては、それでも私はこうしたいの、ああしたいのと勝手な熱を吹くことはできませんから、おかも是非がない義理に責められて、 お若、どうかおじさんのよいようにしてくださいませ、こんなにご苦労をかけましたんですから、と申しているうち、うるみ声になってまいります。震災もお若が何というであろうか、もしや恩愛の絆に絡まれて、だだをこねは狭いかと心配いたし、じっと顔を眺め、様子をうかがっておりましたが、 おじさんのよいようにと思い切った模様ですからまあよかった特進してくれてと胸をなで心い。ああそれがいいよ俺に任しておきな悪いようにはしないからねお前がそう諦めてくれれば結構なわけというもんで実はな大阪の商人で越前屋左平さんてえのが ご夫婦連れで江戸見物に来ていなさるそうでの何でも暴露町に泊まってると聞いたよこの方がのもう四十の坂を越えなしたそうだがまだ子供が一人もないからどうかいい女の子があったらもらって帰りたいと探していなさるそうだよあっちでエッサさんと言っては大したご信頼でいらっしゃるんだからね 土地でもらおうとおっしゃれば網の目から手の出るほどくれてがあるがのう左平さんてえのは江戸の生まれなんで越前屋へ養子に入った方だから生まれ故郷が恋しいってところでのう江戸から子供をもらって帰ろうとおっしゃるんだとさそれにおかみさんというのもとんだきの優しい方だということだから米もそんなとこへもらわれていけば 幸せというもんだろうと思われるし、世話するものがお前もよく知っているあの頭だからの。仲人口を聞いておべんちゃらでごまかす男でもないよ。勝五郎も随分そそっかしいことはあのとおりだが、今度のことは珍しく念を入れて聞いてきたよ。ああ、そりゃあ間違いはないよ。こんな口はまたとないからの。 お前さえよくばすぐ話をさせてもらっていただこうと思うんだがねはいおじさんさえよいとおぼしめしたらどうかよいようにあそばしてよしよしそれでは承知だね何心配することはないよと新斎はすぐ勝五郎を呼びにやりましたさて頭の勝五郎でございますが 今町内の折口から帰って、女林木の長火鉢の前にどっかりあぐらをかき、たばこを吸っているところへ、高根のお三丼が、頭、おいでですか旦那様が旧御用があるんだから、すぐ来ておくんなさいって。勝五郎、どうもご苦労様。すぐメールやす。お鍋丼、まあいいじゃねえか。 お茶でも飲んでいきねえな。仇のうちへ来ても口はぬらすもんだわな。そんなに逃げてくことはねえや。おいら、くどきやしねえからよ。女房。お鍋さん。まあ、おかけなさいな。今、ちょうど鬼なを入れたとこですから、いいじゃありませんかね。お使いが遅いなんかとおっしゃるおうちじゃなしさ。お小言が出りゃ、うちの人からおわびさせますわね。 まあ、ゆっくりお茶でも召し上がっていらっしゃいってばそうですかまだお使いがおわんなさるのそれじゃあお女め申してはかえってご迷惑。またそのうちにお遊びにおいでなさいよそのときごちそうしますからねさようならどうもおどうもよさまでどうか旦那さまでと お出入り先の女中と思えば女房までがちやほやいたし勝五郎は早々支度をしまして根岸へやってまいり高根震災の勝手口から小腰をかがめずっと入ろうとしましたがつっかけぞおりでバタバタと急いでまいったんですからこんたびも桃引きの下の方もから真っ白にほこりがたかっております。無遠慮な男でございますが、 この誇りを見ますと、まさかにそのままに入りかねましたと見え、腰に挟んでおります手ぬぐいでポンポンとはたき、ええー、ただいまはお使いをくだせいまして、かしら旦那様がお待ちかねですから、さあ、お上がりなさい。多くの離れにいらっしゃるんですよ、と、お参道が案内に連れられ、 奥へ参りますと、新斎は四畳半の茶座敷に庭を眺めて、勝五郎の参るのを待っていらっしゃるところでございますから、新斎、おお、頭か、よく早速来てくれたね。ただいまはわざわざのお使いですぐ飛んでめりやした、へえへえ、何か、急御用ができたんですか。また、 イノの野郎がめったんじゃははあ昨日早い男だなそう来られてたまるものか昨日おいでの時にお話であったことでちっとお頼み申したいから急に呼びにあげたのだよえへえじゃあ何ですか昨日わっちがお話ししやした一件へえへえはばかりながら先生そう申すと口はばって言いぐさでげすが ごろちゃらしていやがる野郎の二三人引きずってくりゃわけのねえことでさ。ようごす。明日ポンポンとぶっ壊しやしょう。おいおい、お前は何を言ってるんだよ。わしはどこも壊してくれなんかってことを言わしない。いけねえや。先生、昨日おっしゃったあのたぬきのイノをドーンとおやんなすったお座敷を壊すんでげしょ。 あんなことのあったお座敷は居心がよくねえから何他の仕事はどうでもおっつけてやっつけまさ。困るなあ早飲み込みをしてはそうじゃないのだよあの座敷も立て直すことは立て直すがのうそれより先に始末をつけなくてはならないものがあるんだ。へえ違いましたかへえ。そら 大阪の方で子供をもらおうとおっしゃる方な。うーん、ちげえねえあの一件か。ヨガスとも大丈夫でげす。ご心配なせえますな。なにわけえねえやすぐ。まあ待ってくんな。そんなに慌てなくてもよいよ。バメンさん、おヨネの行き先が決まって、イノキチも大区の頭領夫婦に引き取られました。 用語解説今神五郎今の世の左神五郎ということ膝を下ろさない休むことなく立ち働くということ大それものの勝五郎が飛び出そうとするを引き止め高根の震災はこんこんと依頼しましたそこで頭も先生様がああっておいらのようなものにお頼みなさるんだから 早く二人を片付けてあげようと存じまする親切で、すぐエッサさんの方へ参りまして取り持ちを致すと、さきでも子供が欲しいと思ってるところなんでございますから、相談はすぐにまとまりまして、お嫁はエッサの養女にもらわれ、夫婦も大層喜び、ウバを抱えるなど大騒ぎでございます。さて、これで女の方は片付いたが、 まだ一人いるんで。勝五郎は会う人ごとに。子供はいらねえか。と言ってますんで。口の悪い友達なんかは。おい、かつ。てめえな。そんなに子供子供とおれっちに言うより。いいことがあら。なんだ。誰か。もらってくれるんか。うにゃ。のぼせて嫌がるな。こいつはよっぽど。 そんなにに売っちゃってしまや一番世話なしだぜ。こんちくし畜う、てめえのような野郎が捨て子をするんだ白杖の図抜けってばかつそう怒ったってしかたがねえやそれじゃあおめえ売って歩きねえな江戸はひれえとこだ買い手があるかもしれねえ子供や子供 「こいつがまたバカをこきあがるもう承知がならねえやろうどうするか見やがれ」と拳を振り上げますからそばにいる者も,も笑って見てもいられませんまあどうしたんだ勝もあんまり大人げねえじゃねえか熊の悪口は知ってながらよせってばくだらねえけんかするが見えじゃあるめえ。 仲裁をすす。る騒ぎでございます勝五郎は友達が笑い者になるまでに熱心にどうか新妻の頼みを果たそうと心がけておりまするすると深川の森下に大吉と申して大層幅の利く大工の棟梁がございますが仲間内では吉太郎というものはない深川の天神様で通っている男で すこぶる変人で何事でも芸に秀でて名人上手と言われるものはどうも変人が多いようでそれも決して無理のないわけだろうと思われるんでございます。私どもが浅はかな考えから思ってみますると早い例えが我々どもでも何か考え事をしております時は そばで人様から話を仕掛けられましても精神が他へはせておりますのでその話がはっきり聞き取れませんと申すようなものそこでご挨拶がとんちんかんとなるそうするとあいつまだ年も若いに猛くしやがったな若猛禄なんかとおっしゃるような次第でですちょっといたしたことがこれでございますから ものの上手とか名人とか建てられる人は必ずその義芸に熱心していろいろの工夫を凝らしているもので義芸に精神を奪われていますから他のことにはお留守になるがこりゃ当たり前の道理でござりましょうかと存じますそれで物事にぼんやりするように見えるんでそこで 変人様の名も怒るわけであろうかと、推量も致されるでげす。大吉桃領も、やはり、この名人上手のうちに数えられる人ですから、どうも一風流変わっておりますが、仕事にかけたら、どんな大工さんが、シャチホコ立ちして張り合ってもかないません。今では、人呼んで、今、神五郎と申すぐらいの腕前でござります。 それほどの人でですから、弟子は申すまでもなく多く多ある。どこの棟梁出会いでも大吉といえば一目も二目も置いているほどで江戸中の大工さんでここへ来ないものはないそんなにもてはやされておりますが大吉さんは少しも高慢な顔をしないどんなたたき大工が来ても棟梁株のいい手合いが来ても 同じように扱っているんで、中にはムッとするものもありますが、下回りのものは自分たちを丁寧にしてくれるうれしさから、わいわい生やしています。この人の女房は、柳橋で左妻とったおしゅんというあだものではあるが、今はすっかり初体じみた小粋な姉御で、その上、心がけのしごくいい立ちで、 弟子や出いる者に目をかけますから誰も悪く言うものがない。一家誠にむつましく暮らしていますが子供というものが一人もないにおんは大層寂しがっておるんで大吉さんもいい子があったらもらって育てるがいいと言ってる。ある日でござります。大吉棟梁が弟子たちが寄ってしきりに勝五郎の噂をしているを 姉子のおしゅんがちらりと聞きて、頭のおかつさんならこっちへも来る人、そそっかしい人ではあるが、正直な面白い男、そんな人が肩を入れてる子どもなら、まんざらなことはあるまいと思いますので、大吉さんにこのことを話すと、おめえがいいと思ったらもらえねえな、どうせおいらが世話するんじゃねえから、と言うんで、 おしゅんはすぐ弟子を勝五郎のうちへ迎えにある勝五郎は深川へ来て話を聞くと小踊りして喜び猪吉もまた大吉のとこへもらわれてきましたが実にかわいらしいいい子でげすからおしゅんさんはちっとも膝を下ろしませんそれ父の子だの水あめだのと言って育てております猪吉も いつか大吉夫婦になじみて片言交じりにお話をするようになって夫婦はいよいよかわいくなりますが人情でござりますただいのやいのやとからもう気違いのようで実の親でもなかなかこうは参らんもので猪吉はまことに幸せ者でげす場面4 子供を手放したお若は甘になり、毎日こもっていますと、ある日、伊之助に似た男が、生垣から覗いていました。用語解説、角付け、日本の大道芸の一種で、門ごとに訪れて金品をもらう芸人のこと、移りの悪い、調和しない、合わないということ。 高新斎は勝五郎の世話で2人をようよう片付けましたからこれよりお若の身を落ち着けるようにしてやろうと心配いたしてあっちこっちへ縁談を頼んでおきますと江戸は広いとこでですからお若が狸の犬と怪しいことのあったを知らずに嫁にもらおうと申すもの網の目から手の出るほどございますが 当人のお若は、どうあってもお嫁に行くは嫌だと申し、一家な受け引きません。審査もいろいろ進めてみますが、どうも承知しないんであぐねております。すると、お若は、ようあじきなく思いましたやら、ふさふさした竹の黒髪、根元からぷっつりおしげもなく切ってしまいました。 わが身の因果を囲ち黒髪を断ち切って生涯を天法師で暮らす心を示したお若の胸中を察しますおじは一層に不憫が増してまいり「ああかわいそうだまだ裏若い身であんなにまで恥じているわああこれも因縁づくだ前の世からの約束事だから仕方がない」と 震災もお若のするがままにさせておきました。その年もいつしか暮れて、また来る春に草木も燃え出しまする弥生。世間では上野の花が咲いたの、向こう島が恵んできたのと、そろそろ騒がしくなってまいりまする。どうもこの花の頃になりますと、人間の心が浮いてくるもので、 とに間違いの起こるるざしは春にあるそうでございますことに、色ごとの出入りが、夏の初めから秋口にかけて多いのは、やっぱり春まいた種が芽を吹き、葉を出して、とうとう世間へぱっとするのでもござりましょうか。よく気をつけてごらん遊ばせ、まあ、そうした順にまいっております。これは 私が一個の考えではござりません。統計学をおやりあそばした御仁はよく知っておいでなさることで何も珍しい説でも何でもないんでございます。と申すと私も大層学者らしい唇でげすが実はどうもはやお恥ずかしいわけなんでみんなごひいきの旦那方から教えていただく耳学問。 付けばでげすからときどきばけの皮がはげてなとんだめんぼくだまをふみつぶすことがございまするさてよすてびとになったおわかさんでげすがおじのしんさいにたのみましてさいねんじのわきにあんしつとでももうすようなひざをいれるばかりなこいえをかりここへひとりですんでおこないすましておりまする。 最もっともおじのうちはじき近くでございますから、新斎も毎日見まわってくれるし、三食とも運んでくれるので、自分で煮炊きするにも及ばない。ただ、仏壇に向かって、その身の懺悔のみいたして日を送っております。花で人が浮かれても、おかは面白いこともなくて、毎日ごん行を怠らず、御世安楽を祈っているので、 近所ではお若の尼がけなげなのを感心して中にはその美しい顔に野心を抱き「あれを減俗させて島田に言わせたならどんなであろう?」なんかとろくでもない考えを起こすものなどもござりましたちょうどお若さんがこのいおりにこもる頃より雨さえ降ればいいと毎日毎日 ちゃんと時間を決めて回ってくる物もらいがございまして、なりもあんまり見苦しくはなく、洗いざらしものではありますが、双子の着物におん羽織をひっかけ、こんたびに朝裏造りを履いております。顔は手ぬぐいで、頬かぶりをした上、編み傘をかぶってますからよくは見えませんが、なんでもいい男だという評判が立ちますと、 浮気っぽい女なんかは厚かましくも編笠傘の内を除きワイワイという噂が次第に高くなってまいり顔を見ようというあたじけない心からお彫刻をくれる婦人が多いので根岸へ来れば相応にもらいがあるからそれで毎日こっちへやってまいるというようなわけになる物もらいとは申しますがこのいい男は そっと人の門口に立って、お手元はご面倒様などとは言わないんで、お彫目をもらう道具がござります。それは別に新発明の舶来機械でも何でもないんで、ただ一丁の三味線と喉を元での角付けというものもらいでございますが、昔は角付けと申すと、まあ、信頼に限ったように言いますしまた、信頼が、 一等いいようでですがこの男の歌ってくるものは角付けにはまことに移りの悪い一中節ですから裏棚小棚の神さんたちが耳を喜ばせることはとてもできませんがいい男と申すので総菜のお和紙をはしけて角付けに施すというとんだ不良犬な山の神なんかができて井戸端の集会にも 角付けの噂が出ないことはないぐらい、こういう不心得な女が多く、真男なんかという道ならぬことをいたすのでございます。一中節の角付けは、そんなことにはちっとも頓着はしませんで、時間を違えず、毎日回ってまいり、お若さんの閉じこもっている草庵の前に立ちて、三味線弾くこともありますが、 ある日のことでございましたお若さんが生垣のうちで掃除をしておりますと、九段の門付けは三味線を抱えて、いつもの通りやってまいり、不審そうに柿のうちを覗き込んで、しきりと首を傾げて思案をいたしておりましたが、また伸び上がりて、一生懸命に見ています。 こちらのお若はそんなことは少しも知りませんでせっせと掃除を終わりゴミをちりとりに盛りながら通りのにぎやかなのに気がついてふいっと見返りますとこのごろ美男と評判の激しい一中節の角付けが我を忘れて見ておりますから海女さんにこそなっていますもののまだ年も若く 修行の積んだ身というでもありませんからパッと顔にもみじを散らしそうそう暗室に逃げ込みましたそうすると角づけも立ち去ったらしく三味線の音色が遠く聞こえるようになりましたんでおかの尼はドキンドキンと打つ動機がやっと静まるにつけても胸に手を置き考えれば考えるほど 不思議でたまりません。どうもおかしいじゃないかあの角づけ。あんなに私を見ているというはわけがわからない。こちらの気のせいか知らんが、顔立ちといい、年格好といい、猪助さんにそっくりなんだから。いやいや、そうであるまい。あの人があんな角づけに出るまで落ちぶれるということはないはず。 ああ恐ろしや恐ろしやまたもタヌキかキにだまされた日にゃ再びおじさまに顔を合わせることができないというものそれにしてもおかしいあの時はこっちでいのさんのことばかり思っていて会いたい会いたいとそればかりに気をもんでいたから畜生なんかに見いられたんだけれど今度はそうでない 私も心にかからないことはないが、ああいうことがあっては、伊之助さんも愛想を尽かしたろうと、諦めちまったから、ちっともそんな気はないに、今日のあの角づけ、どう考えてみても不思議でならない、と、もだえ苦しんでおりましたが、ああ、そうだ、たとえどんなものが来ようと、身を堅固にしていさえすれば、 怖いこいとも恐ろしいい。こともないもな明日来たらとくと見てやろう。こちらからお彫目でもやるふりをしてと待っておりましたがちょうどその時刻になりますとちんつんちちんというチあたりで三味線の音が聞こえ次第に近くなってまいりました。場面後例の角づけはやはり伊之助でした。 二人はお互いにここれままでのことを話します用語解説。ケレンテクダ。ここでは演技をして相手を騙す技の意味。ああ、来たなと思いますから、お若さんはおひねりをこしらえ待っております。例の角づけは角口に立って、三味線は弾いておりますが、歌は歌いません。 上手な師匠がやっても、どうも眠気のさすが一中節でげすから、素人衆、ええ、旦那方が、我面白しの人困らせ、こういうことを申しますと、闇の世がおつかないんでげす。なに、あの野郎生意気を言いやがって、向こうずねぶっ払え、なんかとおっしゃる置き屋な方もございますが、正直に申すと、まあ、そういったようなもので、 私がこうしておしゃべりをいたすは、軍人方が戦場にお迎え遊ばすと理屈はおんなしことでげす。いや、これはお笑い遊ばしますな。これでも命がけでやってるんでげすから、そのおつもりで聞いていただかないではならんので、もしお客様のうちに眠りのご祈祷を遊ばす方がございまして、一中節を侮辱した、なんかんとおっしゃっても、私にも、 言論の自由がございます」と、生かじりは申しまするるものの、いざとなればすぐさま逃げ出しちまいます。深川じゃんけんという書物にちゃんと出ておりますから、なんと豪勢なものでんげしょうな。我々の学問はなかなか帝国大学をご卒業なすった先生方じゃ、まだまだお分かりになりますまい。 これぐらい度胸がなくっちゃお客様の前で高慢らしいことは申し上げられません。これははやとんだ四時にわたりまして申し訳がござりません。さて表に立ちました一中節の角つけ屋さんでげすがしきりにうちのうちを覗いております。お若もこの様子がいかにもおかしいと思うんで障子の破れから 覗いておりますそのうち角漬け屋さんはかぶってまする編みさにこう手をかけましてグッと上げうちを見ます時お若さんは顔をはっきり見ましたすると驚いて障子をがらり開けたんで角漬け屋さんもびっくりして顔を隠しまするお若もしやあなたは猪之助さんじゃなくって そうおっしゃるはお若さんでですね。どうしてそんなふうにおなんなされました。まあ、お珍しい。あなたこそどうしてそんなことを遊ばしまするのでござります。これにはいろいろの訳があって、今じゃこんなお恥ずかしいなりをしていますよ。あなたこそ何だっておびくさんにおななさったのでです。私にも、 いろいろな災難が重なりましてねとうとうこういう姿になりましたんですよそれじゃあ私がとんだ目にあったことをまだご存じないんですかちっとも知らないから実にびっくりしましたよおやまあそうですかここには誰もいないんですから遠慮するものはありませんお上がりなさい お若さんは猪助を奥へ引っ張り上げました。だんだん様子を聞いてみるとお若が狸を伊之助と心得て不所存をいたしたことも知らぬようでですはじめは私に気の毒だと思ってシラを切っているのだろうと思ってましたがどうもそうでないらしいとこがございますからお若さんは寝どい歯どいをいたす伊之助も聞かれてみれば 話さないわけにもまいらんところから「ええこうなんですよあのお前さんとの一件がバレたんで頭から手切れの相談さ」ところで私もダダをこねてやろうと思ったんだが「いやいやそうでないわしら風情で大家の嬢さんと一緒になろうかなんかっていうのは間違っているこりゃ今切れた方が先様のおためと思ったもんだからね」 頭の言うなり次第になって、目を眠っていたんでげす。その後のことで、そうさ、ふた月もたってからだったでしょうよ。頭が慌て腐って飛び込み、わしがお前さんのいなさる根岸へ、毎晩忍んで、会いに行くってじゃないか。あんまりばかばかしいんで頭をおひやらかしてやったんでげす。と言われて、お墓は深く弾じ入りましたが、 にににわかまっ赤になっなて差しうつぶしてししぶおり胃の助はそんなことは知りませんから本当にあの頭の慌てのにも困るとちょいとお若を見ますると変な様子でですから胃の助もなんとなく白けて見え手持ちぶさたでおりますのでお若さんもようよう気がついてそれはそうとしてどうしてそんなことを いや、どうも面目次第もない。恥をお話申さないとわからないんで。ちょうど、あの、勝五郎が来たあくる日でした。中のやつと駆け落ちと出かけやしたがね。一年足らず、野州足利で潜んでいるうちに、かかわは梅毒が吹き出し、それがもとで、とうとうおめでたくなっちまったんで。 いつまで田舎にくすぶってったって仕方がねえもんだからこちらへは帰りは帰ったものの一日でも食べずにいられねえとこからよんどころないこの始末芸が身を助けるほどの不幸せたよく言う口ですが今度はつくづく感心してますよそれはそれはさぞお力をとしご愁傷さまで悔やみを言われちゃあ 穴へでも平理てえぐらいでげすがそれにしてもお前さんこそどうしてそんなお姿におなんなすったんですばかず踏んでまいったはすは者でございましたなら我が身の恥は押し包んでわしはいったん決めた殿後にお別れ申すからは二度と再び男にまみえぬ所存でこれこのとおり仏に誓うよ捨て人になりました。 のさんどうか察してくださいとほろりとさせるところでですがそんなけれんクだなどはちっともないお若さんですから実はこう,こうしかじかの訳あってとことを話します。伊之助もびっくり仰天いたしてしばらくの間は口もききませんでしたがそれもやっぱり因縁というものでしょうから心配なさることはないと慰め この日は何事もなく帰りまする。次の日もまたお若さんの家へ寄ってゆく。その次の日もまた夜というようになると、お若さんももともと嫌なものが来るんでないから、その時刻を待つ。伊之助もきっと来る。いつ、どういう約束をするというでもなく、どちらから言い出すというでもなく、再び、 焼けぼっくいに火がつくことと相なりましたが、さて、これからはどうなりましょうか、ちょいと一服いたし、辞席でたっぷり申し上げましょう。場面6へ続く